モーツァルトの主題による変奏曲と風画作品132はマックス・レーガンが作曲した還元楽曲、シデピアノ曲、あるいは二大ピアノ曲。ボルフガング・アマデウス・モーツァルトのピアノ・ソナタ第11番、トルコ行進曲付き第1楽章から主題を取った変奏曲で、1914年の4月から7月にかけて書かれた。初演は1914年10月に行われる。 予定であったが第一次世界大戦の勃発のために遅くなり、1915年1月8日にビースバーデンでレーガーの指揮によって行われた。1914年中にジムロック社から出版され、レーガーが職を辞したばかりの毎年研究定学団に検定された。レーガーは作品の性格を気品に満ちて属性の苦しみから解き放たれていると述べており、 作曲にあたっては、当時の音楽界の混乱、同時代人たちの作品の不自然さ、奇妙さ、奇抜さへの対抗の宣言という意図があった。おびただしいレーガーの作品の中でも、明快さと高い完成度を持つ代表作とされ、初演直後からヘルマン・アーベントロートやアルトゥルニキシュ、フリッツ・ブッシュなどが取り上げ、現在でも演奏機会は多い。1915年には、 レーガー自身の手になる、シデピアノ版と二大ピアノ版が出版されている。トロンボーンを書く、小規模な編成のために書かれている。弦楽は二部ずつにさらに細かく分割され、弱音キをつけた音色と通常の音色とを対比する手法が試みられている。胃腸ョ,ョ6、8拍子。演奏時間は30、35分程度。なお、二大ピアノ版では、第8編奏が、 モデラートの活動的かつ小規模な変装に差し替えられている。ありがとうございます。